はい、どうもこんにちは。というわけで今回はカンバル・スルガにまつわる小ネタを集めました。まあ、知っているとより物語シリーズを楽しめる内容になっているので、ぜひ見返す際は確認して見てみてください。それじゃあ行こう。まあ、これはかなり有名な話なので、まあ、知ってる方も多いのではないでしょうか。カンバル・スルガといえば、幼少期に両親を亡くす以前までは旧姓がガエンだったことが分かっていますが、ガエン姓のキャラクターにはかつて静岡県で使われていた行政区分である両姓国が名前の由来になっていることが判明しています。まあ、例えば母親の東江は静岡県西部の両姓国である東東海から由来していて、娘の駿河は静岡県中部の駿河の国から、そして叔母の伊豆子は静岡県東部の伊豆の国から来ているとされていることから、3人の名前には静岡の旧地名が使われていることが分かりますね。まあ、ちなみに3人の名前をよく見ると、え、川、湖といずれも水辺に関する名前が使われているみたいですね。まあ、これは駿河というよりはカンバル家のお屋敷にまつわる話になります。物語シリーズの舞台である直江津町には日本各地の風景が取り込まれていますが、彼女の住む日本家屋には皆さんも知っている某有名大学が使われているのはご存知でしょうか。まずはカンバル家の正門、これは文京区にある東京大学農学部の正門が使われています。まあ、屋根はないんですけど、門は完全に一致しているのが分かりますね。そして東大から南下すると赤門に到着するんですが、どうやらこの赤門を囲む塀がカンバル家の塀の元ネタとして使われているみたいです。まあ、要は外観は完全に東大なんですね。そして中に入ると日本庭園がありますが、まあ、これはおそらく京都のものが使われている可能性が高いと思われます。まあ、実際に庭園の一部が妙蓮寺の石庭と一致しているシーンがあるので、まあ、うまい具合実際に東西の景色が取り込まれているのが分かりますね。化け物語駿河モンキーではカンバルがオシノと対面した際に自分のことを駿河問いの駿河と紹介するシーンがありますよね。オシノ、一個下の後輩でカンバル駿河だ。カンバルは神様の神に原っぱの原、原って書いてバルって読むんだ。駿河は駿河問いの駿河だ。ああ、駿河問いね。わかったわかった。荒良木先輩の後輩だ。駿河問いというのは江戸時代に行われた拷問方法の一つで、両手足の首を縛り上げて吊るしながら回転させるという緊縛の一種になります。まあ、アニメではこの際に駿河問いをされた駿河が差し込まれていますが、このシーンはシャフトつながりのパロディーでもあるのはご存知でしょうか。同じシャフト作品のさよなら絶望先生でもオープニング映像の中に全く同じ構造を確認することができるんですよね。まあ、これはどうやら化け物語とさよなら絶望先生2つの作品の演出を尾石達也さんが担当しているので、演出担当のつながりによるパロディーだと思われます。カンバルといえば自他共に認める変態として知られていますが、アニメの中では劇中に登場する本に注目すると彼女の趣味嗜好を確認することができるんですよね。まあ、彼女は普段どんな本を読んでいるのか、まあ、実際に流しながら紹介して確認していきたいと思います。まずは駿河モンキーで2人が学生塾後に向かう時のシーンですね。ん？ BL とはボーイズラブの略だぞ。知っている！そこで勘違いはしていない！ああ、気づいてはいたさ。カンバルの部屋を片付けた時に。勘違いはしていないのか。まあ、この時に本のタイトルが一瞬だけ映ってましたが、バラ族というのは日本で初めて創刊された男性同性愛者向けの商業誌になります。特に雑誌内で展開されていた文通欄は同性愛者の出会いの場として好評だったようです。まあ、このバラ族については化け物語の中でもカンバルのキーアイテムみたいな扱いを受けてまして、実際にカンバルのフィギュアの中ではバラ族を持っているものがあったりして、西尾維新アニメプロジェクトの一番くじではカンバル家にあったバラ族のハードカバーノートなんかも存在していたようですちょっと惜しいな。続いてはナデコスネークのワンシーンになります。うん、ここが荒良木先輩の部屋か男の子の部屋に入るのは初めてだ。さて、それではエロ本でも探すか。それは男友達が男友達の部屋に遊びに来た時に発生するイベントだろうが。はい、暦の部屋を物色するときに一瞬だけ家畜人ヤプーという本が出てきましたね。家畜人ヤプーというのは1956年からキタンクラブで連載されていた沼正蔵が手掛ける SF 小説になります。
ただ内容がマゾフィズム、汚物愛好、肉体改造と、まあ、かなり変態志向の強い作品となっていることから、一部の層からは支持を受けると同時に、他のところからはかなり抗議を受けていたこともある問題作だったようです。まあ、正直あらすじも軽く調べたんですけど、まあ、結構えぐくて、動画内で細かく喋っちゃうと、まあ、下手したらアカウントとかに影響が出ちゃうかもしれないので、まあ、興味のある方は自分で調べてみてください。まあ、要は思考はちょっと違うんですけど、有害図書の表現の一つとして家畜人ヤプーが出てきたんだと思います。最後は偽物語の9話のプロローグシーンを見ていきたいと思います。僕はカンバルの携帯へと電話をかけた。いや、荒良木先輩、それは困るな。確かに私は荒良木先輩の妹さんに会ってみたいと言ったことはあるけれど、それはあくまでも冗談として言ったわけであって、決して本気だったわけではないのだ。いや、だって荒良木先輩、荒良木先輩の心遣いは本当に嬉しいと思うけれど、でもだからって妹さんの処女なんてもらえないよ。誰がやるか。お前にやるくらいだったら僕がもらうわ。まあ、ここでは珍しく本の中身が確認できるんですよね。この時に読んでいた本の内容が、これは調べたところによると、葛飾北斎のタコとアマという春画が元ネタとなっているようです。まあ、絵なのに小説っていうのがよくわからない人もいるかもしれませんが、まあ、実際に見てみると、アマとタコがまぐわっている絵と、まあ、余白に大量の書き入れがあるんですよね。この書き入れの部分にはキャラクターのセリフが書かれていて、まあ、現代でいうところのセリフ付きの、まあ、そういう画像っていうことになるんですかね。とあるサイトにこの書き入れの現代語訳したものがあるので、実際に確認してみると、冒頭の部分が、まあ、いつかきっと狙いすましていた願いが叶い、今日という今日ついに憧れのアマを捕まえたって書いてあるらしくて、まあ、大方本の内容と一致しているんですよ。まあ、つまり春画の書き入れを読んでいるシーンなんだと思われます。まあ、いずれにしてもおおよそ女子高生の知識量とは思えないですね。これに関しては勝手に検証した自己満足の動画になります。駿河とひたぎは中学時代に2人の名前を取ってバルハラコンビと呼ばれてましたが、駿河モンキーでは羽川さんからバルハラコンビの由来を聞くことができますよね。バルハラコンビ、バルハラコンビってね、呼ばれてたよ。陸上部の戦場ヶ原さんとバスケ部のカンバルさんでバルハラコンビ。バルハラコンビ、バルハラってどういう意味だっけ。カンバルのバルと戦場ヶ原の腹でバルハラなのよ。で、バルハラっていうのは北欧神話で最高神オーディンの住む天上の宮殿のことで、戦死した英雄の霊が迎えられる戦いの神様の聖地って意味があるから。ああ、カンバルの神と戦場ヶ原の戦場か。それでバルハラコンビ。はあ、うまいこと言う人間がいるもんだな。まあコンビなんて言われるくらいなんだから、少なくとも仲が悪かったとか険悪だったとかそういうことはないんじゃないの。そっか。それに戦場ヶ原さんは卒業ギリギリまで部活に参加してたから、運動部同士の付き合いっていうのは最低限あっただろうしね。お前は何でも知ってるな。何でもは知らないわよ、知ってることだけ。アニメでは北欧神話を意識したカットが挿入されていますが、表示されているテキストが何書いてあるのか個人的に気になったので解読してみることにしました。結論から言うと、これは2人の会話を全部ローマ字にしたものですね。まあ、例えば最初の部分をローマ字に直すと、バルハラコンビってね、呼ばれてたよ。陸上部の戦場ヶ原さんとバスケ部のカンバルさんでバルハラコンビ。会話をそのままローマ字読みで解読することが可能です。まあ、これソッカの部分でそのままソッカって読めたんで、まあ、すぐ分かったんですけどね。それに対しては断固嘘をつけと言うぞ。その声とツッコミは荒良木先輩だな。そうだよ。カンバル、今は家か。いや、予想を外すとは荒良木先輩にしては珍しい。私は今近所のスーパーのゲームコーナーでおしゃれ魔女ラブ&メインに興じているところだ。予想できるか、そんなもん。
まあこれは結構世代の人は大喜びするシーンじゃないでしょうか。おしゃれ魔女ラブ&ベリーは2005、6年頃に大流行していたセガの女児向けトレーディングカードゲームになります。まあ、ちょうど原作の化け物語が書かれたのが2006年なので、ちょうど絶頂の時ですね。ちなみにガイドブックによると、カードが写っているシーンは権利元の許可を取って実物を使用しているんですが、レアカードが手に入らなくて悔しい思いをしたらしいです。彼女が実際に使っているカードを調べてきたので、ついでに紹介します。手持ちにあるカードは、左からピチッと黒 T、 ラブリーストロベリー、カラフルハートソックス、星付き J ローフブーツ、しとやかハット。使用していたカードはクレオパトラヘア、シャルマーオンディーヌ、パステルラブスニーカー、魔女ブルーコーデでした。電車乗ってる時に調べてたら、隣の人にめっちゃ痛い目で見られましたね。3人、いえ5人かしら。何がですか。本日荒木くんが遊んだ女子の数。あっ、厳密に言えば6人で、偽物語で小読みとガハラさんが会うシーン、ここでガハラさんはこれまで遊んだ女子の人数を当ててきますが、これまで小読みが遊んだ女子は、荒木月日、八九時迷い、戦国なでこ、荒木カレン、カンバル駿河、そしてカンバルのおばあちゃんも含まれています。まあ、後輩のおばあちゃんも含めるの判定厳しすぎますよね。まあそんだけですね。どうした荒木先輩、荒木先輩が親だぞ。いや、ごめん、テシ6問なんだけど。じゃあそんなわけで、珍しい役も出たところで終わりにしようか。待て、このくわ、あと1回戦残っている。そんな向きになるなよ。ブレスレット、ブレスレット、こんなのたかが遊びだろ。そんな志の低さでどうって勝てる。いや、僕は勝ってるじゃん。うん。カンバル。なんだ荒木先輩。罰ゲームを先に決めておくぞ。気が早いな。ちなみに私の側からは性的な欲求、いな、性的な要求をするつもりだぞ。そうか、いや死ねでもいいよ。お前は生涯ギャンブルをするな。偽物語では暦と駿河が花札対決をしますが、結果的に暦の圧勝で終わってしまいます。最後に暦が出したものは非常に珍しい役、くっつきが出来上がってました。上下でペアになっていて、松に鶴、松に赤丹、霧に鳳凰、霧のカス札、桜に幕、桜に赤丹、柳に斧の豆腐、柳にツバメ。対する駿河の手札は長文2枚、梅、菊、梅、松、ススキ、富士ね、どうしてこうなったの。まあ、そもそも得点計算の時点で56対0なので、まあ、動画描いても勝てる見込みがない試合になってますよね。ただ駿河は絶望的な弱さに加えて負けず嫌いという側面もあるので、まあ、そのあたりを踏まえて暦は二度とギャンブルをするなと念を押したんだと思います。以上でカンバルにまつわる小ネタ紹介できましたね。まあ、彼女が絡むと結構情報が濃くなるんで、自分で調べてても楽しかったですね。まあ、なんか他にも面白いのが見つかったらまた動画で紹介するんで、面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。